はい、ちゃオ、亀岡です。今日はですね、3月23日火曜日のですね、注目株、注目銘柄についてお話していきたいなと思っております。で、この番組はですね、個人投資家が独学で勝つと、それだけをですね、情熱と信念を持ってお届けする番組になります。今日もね、いくつかあの気になるニュースとか材料も出てきてますので、まあ早口でご紹介していきたいなと思うんですが、まずはね、日経平均の振り返りですが、マイナス617円ってことでも、まあ、大きく下がりますよね。まあ予想以上に下がったかなって形になってます。まあね、日銀もね、あの、 多少回出動したっていうニュースも出てきてますが、まあ、あれ、あの、やっぱア材料に対して心理的なね、えー、ダメージが大きかったんじゃないかなと思います。ここで25日線になりますが、まあ、ここを下回ってきたので、まあ、ゆくゆくはね、75日線に接近してくる可能性もありますよね。そうした場合は28,500円がまず一つのね、節目になるんじゃないかなと。ここで跳ね返されるかどうかってことになりますが、まあ、配当日もね、あと1週間ちょっとで近いので、僕はね、えー、まあ、ここはね、えー、まあ、配当をね、狙っていき,いきたいなと思ってますので、 ので、大体毎年ね、3、え、月、ー、の配当ですよね。こちらは、ま、あの、300万から400万ぐらいを、ま、獲得するってことを一つのね、僕の戦略シナリオとして置いているんですよね。なので、ま、銘柄をちゃんとね、えー、セクターローテーションの中で選んで、えー、まあ、配当をね、えー、しっかりと獲得を、権利落ちを狙っていくってことをしたいなと思っております。そのために、えー、今ね、えー、ホルダーとしてまだ利確行せない銘柄がたくさんありますので、 ここは僕は持ち続けるんじゃないかなと思ってますね。別に短期でね、えー、確をする必要がないなと思っている銘柄ばかりですので、そこはね、なんかその、どういう銘柄に対して、どういうその、初めのね、エントリーシナリオでいたか、それから、どこで利確するっていうその戦略シナリオでいるか、で、今後の全体の負荷のね、総戦略をどのような形で持ってるかによって変わってくると思います。僕はまだね、中長期ではね、えー、強いんじゃないかっていう、 予測をしているので、まあ僕はね、ホルダーになってますが、この後ね、下がっていって1万8000とかね、また戻っていくってことを考えている。もしくはもうこのね、大きな相場を割って崩れていくってことを考えている人は、まあ、早めに理学するとかね一か、一旦現金保有率を高めた方がいいんじゃないかなと思っております。僕は別にあの、未来から来たらタイムトラベラーじゃないので、まあね、僕はタイムトラベラーだったらね、まあかっこいい、まあね、えーね、君の名みたいな形でね、入れ替わってる、みたいな。 ええ、君と入れ替わっちゃったみたいな。もう知らない人はね、ちょっとこう笑えないと思うんですけど、まあそれはそれでかっこいいんですけど、まあ僕はタイムトラベアでも何でもないので、見来のことはもちろんわからないということになりますので、ただもちろんね、えー、下がったら下がったで、第2、第3、第4の現金保有率も現金もありますので、そこは追撃が良さえとか、まあ対応策はね、す、え、で、ー、にもうそれはそれで戦略性略を用意した上で、えー、今はね、えー、えー、配当を取りに行くっていうことを決めてるということになっております。ただね、えー、悪い材料ばかりではなくて、 え、こちらね、このトピックスになりますが、トピックスは、あの、25日に対してまだ上に大きく改良をしているんですよね。つまりどういうことかというと、 え、ね、日経、あの、日銀の発表があってからですね、えー、どちらかというと、日経平均が大きく売り越されてね、えー、そこの構成銘柄が、まあ、確ないし損切り、それから、まあ、あの、セクターローテーションの中で資金が移って、今、トピックスの、あの、相場になってるに近いんじゃないかなと思っております。そういった意味では、今日もちろん下がってますが、思ったより下げてないんですよね。どちらかというと、まだ若干ね、25日に対して返り率が高いので、若干まだ強い位置にあると。 いうふうに考えることもできますよね。もちろんわからないですよ。今後どうなる,なるか。もちろん神の相場の神のみずを知るたんですけども、そういった意味ではね、あの、騰落レシオがね、非常に上がっている中で、えー、もしかしたら、こうによって、ね、いい具合に落ち着いて、今度はね、えー、トピック相場のおセクターローテーションに変わってくる可能性がありますよね。そうなると、僕のシナリオの時にはね、一番いいパターンにはなるんですが、さてどうなることやらってことで、まあ逆にそれは若くしながらね、 えー、まあ、楽しめばいいかなとは思っております。ただ、気になるのが、次はマザーズですね。マザーズが、まあ、マイナス9ポイントってことで、えー、下がってしまったので、ここはね、こう、25年生と75年生がこう、デッドクロスですよね。してしまったので、まあ、あの、長期にも上がってくるとね、えー、こういった成長株っていうのは、まあ、いろんな意味でね、えー、まあ、下圧力が、まあ、加わりやすいってことになるので、えー、下がっていってしまう可能性もあるかなと思いますので、まあ、注意は必要かなと思っております。 でそれからね、えー、あと先物見ていきたいんですが、えっ、ー、と、ニューヨークで先もの先物が、えー、今日のね、8時半現在ですね、えー まあ、マイナス、えー、79ポイントになってますので、えー、まあ、明日以降ね、もしかしたらもっと下がる可能性があります。そう,そうすると、まあ、2万9000円を割ってくる可能性があるんですが、まあ、それでもね、えー、日経平均が大きく売り越されても、トビックスがね、えー、我慢して辛抱強くいれば、まだまだ期待ができるんじゃないかなと思ってますし、これはもう書き引きですよね。えー、まあ、ポーカーと同じですよ。えー、配当をを取取るるるるののののののかかかかか今利益それらら待つのか攻めるのかっていうあらゆる選択肢の中で、えー ゲームでですす。よね。えー、中で、まあ、勝ち残っってていいくしかないかななと思っております僕は僕の戦略シナリオでいきますので皆さん皆さんでねいろんなまああの番組とか雑誌とかね YouTube を見ながら、えー、戦略シナリオをまあ練っていただきたいなと思っております。 で、あとは気になるあの世界のニュースですよね。まずはね、トヨタやホンダの株価が下落しているんですが、まあ、これも結構大きかったのかもしれないですけどね、えー、半導体不足懸念ってことなんですよ。で、このルネサンスかね、えー、工場火災ってことで、まあ、そのいわゆる工場ラインが止まるんじゃないかっていう懸念が、ここに来て出てきてるってことなんですよ。で、そういった意味では、トヨタもね、えー、株価が2ヶ月分に、まあ、下落率が大きいってことで、えー、あとはね、えー、この野村さんね、野村総合研究所だと思うんですけども、えー、このままいくとね、世界の生産が120万 ねえー、ダウントレンドになるいわゆる、ね、減ってしまうんじゃないかと。 いうふうな懸念も出てきてますので、まあ日本といえばね、えー、モータビリティ、まあ自動車のね、世界的なまあ工場があったりとか、まあ生産ラインがあったりとかね、えー、世界的な企業があったりするので、このダメージが結構もしかしたら大きくなる可能性がありますが、まあよくこんだけね、えー、このモータビリティに対する特に半導体とかね、ルネサスもよくこんだけ火災を起こしますよね。えー、これはね、なんかヒアリーハットとかね、えー、大体こういった火災、まあ起こると、おね、その300のね、ヒアリーハットから一つのまあ大きなね、 インシデント、まあ、アクシデントが起こる、まあ、大きな火災とかね、えー、あの人災が起こると言われてるんですけどもそういこと徹底的にコンサルタントを入れてねあうちはコンサルティング会社経営してるんですけどもやるはずなんですよね。 でも、これだけ起こるってことは、何かしらね、なんかあの、ボトルネックって言いますかね。え、まあ、これは株価と、株とは関係ないですけども、え、何かしらの問題があるじゃないかなと思うので、逆に僕らコンサルタントとしてね、依頼してほしいぐらいですよね。行って僕はちょっと見たいぐらいなんですけども、まあね、それはそれちょっと置いときまして、あとはね、え、まあ、これも気になるニュースなんですけども、まあ、2月のね、コンビニの売上高が、まあ5、5%減ってことで、これは緊急事態宣言の延長では、都内のね、セブンイレムとかローソンとかね、え、ー 都内にまあ攻めてるね、えー、コンビニチェーンはやっぱ辛いですよね。やっぱ人がね出勤してこないので、ただここにいてね、ね、えー、ようやく緊急事態宣言も明けますので、ここからどうなるかっていうところになるんじゃないかなと思います。ただ、相当そのコンビニ業界もね、えー、このの不況あのコロナ不況によって、体力をなんて言てます、ね、引き締めですよね。筋肉痛になってきたと思うので、やっぱ筋肉痛になるってことは企業にとってはすごく大事なんですよね。松下幸之助さんがね、えー、まあ な、順境も良し、逆境もまた良しって言ったんですけども、まあ要は、景気が良いときは、それはそれでいい。ただ不景、不況目標で、それは会社がね、もう一度そう気を引き締めるとか、社員が自覚を持つとかね、えー、筋肉質になるってことで、それはそれでいいんだと。 この繰り返しが会社を成長させていくんだ。まあ年輪経営っていうんですけどね。年輪のように一つ一つ、えー、クリアしていくことによって会社っていうのは強くたくましくなっていくんだって考え方を松下幸之助さんは言ってますから、うちの会社はまさにそういった形で経営してますし、僕もその理念に、まあ、共感を持っています。そういった意味では、コンビニだって今悪いですけども、 このね、ショックをむしろね、プラスに変えることができたら、次はね、えー、それをね、賢く活かして、大きく成長する機会になる可能性がありますし、それを見るのが、やっぱ投資家としての、投資家としての審美眼ですね。というのを、まあ、あの、今回ね、えー、学ばせていただいてるってことになるんじゃないかなと思います。あとはね、いい材料としては、ヘッジファンドがね、まあ、これはこのニュースのね、ポジション等かもしれないんですけども、アジアを先行すると。まあ、要は、分かりやすく言うと、もう欧州、特にね、アメリカ株は、もう高すぎると。 おこれ以上ね、投資をしても、もう、何て言いますかね、投資するとこはないので、むしろ今後はアジアだろうと。もちろん日本も含めて中国もっ入ってるかもしれないですし、インドネシアとかベトナムとかタイとかね、えーまあ、そういうところも含めてだと思うんですが、まあ、そのあたりの方が、まあ、うまみがあるんじゃないかと。 いうことを、まあ、あの、このね、えー、ヘッジファンドがね、言っていたってことになります。まあ、これはね、でも、セクター、まあ、セクターローテーションでて,てもね、もちろんその国内だけのセクターローテーションじゃなくて、今度グローバルなね、えー、国のカントリーローテーションみたいなことも起こるので、あの、まあ、今までね、えー、まあ、アメリカが高かったってことになれば、まあ、リバランスが起こってね、えー、アジアに再び目が向か、向かうってことは十分あり得るんじゃないかなと思いますし、歴史は繰り返されているので、僕はなんか、僕なんか21年間ね、相場やってると、もう10年、十数年前ってね、 えー、まあ、ベトナム株とかね、えー、あとはなんか中国株みたいなね、本がいっぱい並んでたこともありましたので、まあ、そのね、また時代が来るんであれば、えー、日本も含めてアジアの時代になる可能性もあります。そうすると株高ですよね。より株高になる可能性ですよね。もあるんじゃないかな、ということでは期待はしているということになりますし、今から準備しとかないと間に合わないので、今からそういうところを、まあ、あの、まあ、なんて言いますかね、想定内にして戦っているということになります。はい。 で、あとはね、えー、ここから、あのー、まあ、今日のね、えー、注目株、注目銘柄をご紹介したいんですが、まあ、当然何度も繰り返して話す通り、今日出たね、えー、公示された、まあ、決算やニュースの中から、開示された順番でですね、えー、お届けしておりますので、気になるニュースをですね、その点はご了承ください。実際に皆さんのね、新美顔を養うのにお役立ていただければと思いますし、別にね、あのー、回数書でも何でもないので、えー、ご了承ください。それでは行ってみましょう。まずはね、日本会社になります。533です。3ですね。こちらは、えっ、ー、と、自動車 セラミックスでまあ、あの、下木はね、えー、今ちょっと苦しんでますが、いろいろ火災とかね、半導体問題とか、あと、ナイロンですよね。ナイロンの不足していることで、いろんな問題が出てきて、非常にまああの大変なんですけども、まあ、モータービリティがね、予想を上回る、あの、まあ、上昇といいますかね、回復をしているということで、まあ、形状をね、1.1%ですけども、えー、情報修正ということで、まあ、材料が出たので、面白いんじゃないかなということでご紹介しております。えー、21年3月期のね、 連結形状利益を従来その490億円から525億円ということで、こちらね、え、形状はね、7.1%の情報修正ってことになっております。あと、半導体とかね、こういったガスのね、排出の、まあ、あの、まあ、抑制するための装置とか、まあ、いろんなこともやってますので、まあ、いわゆるコングロマリットってことで、このセクターでね、 に、まあ、絞った中で、その技術力を活かして、えー、いろいろな開発をしているので、まあ、面白いと思いますので、まあ、実際のホームページとかね、その辺も見てみもらうと、ま、心理眼が養えるんじゃないかなと思います。で、こちらがま、業績なんですけども、まあ、ずっと売上はね、やっぱりその、あのー、まあ、セラミックスといってもね、えー、まあ、それほどま、今、拡大がしてないっていうところが見られるので、えー、まあ、売上も横横でね、えー、どうもこう上に上がれない、要は、あのー、毎年ね、順調に売上を拡大できていないようには見えるんですが、ただね、 利益は毎年必ず出しているってことになりますので、まあ、赤字に転落をしているっていう形には見えないですね。で、あとは自己資本比率もまあ半分なので、まあいろいろ工場とかね、設備投資をしている割にはまあ自己資本比率も高いんじゃないかなと思いますので、そういった意味ではね、まあいい会社なんじゃないかなと思います。で、1年チャートで見ると、1200円をね、2200円ということで約2倍ですね。約2倍株にして、 あの、まあ、特段押しもなく、まあ、右肩上がりで順調にね、え、上がってるという形になってますので、まあ、当然この辺で買ったね、投資家は、利益は出てるんじゃないかなと思います。それから今お見せしたのはこなんですけども、まあ、5連チャートで見ると、ま、2000円融和ぐらいまでね、えー、まだまだ生まれのね、えー、余地があるのかなと思いますが、まあ、一旦ここで押される可能性もありますけどね、えー、ま、ある程度平行線もね、ま、見られるます、見られるので、 まあそう思ったら一旦ね、ええー、まああの、もうこ有してる人は、まあ理確をしてもいいかもしれないですけども、まあこれからね、ええー、まあ狙っていく場合は、まあ注意から行為という形で、ええー、まあね、えー、新高値ブレイクスルーも終えた段階になってますので、まあ比較的ね、上がりやすいチャートパターンなんじゃないかなと思いますので、まあもちろんこれね、日経全体が下がったりとか、このモーターベリティのセクター全体がね、落ちるようなことがあったら、もう当然日本会社は下がっていきますが、そうしたらそうしたらね、今度はこの監視メーガ入れて、押し目を狙っていけばいいんですよ。これ臨機応 辺にまあ、の柔軟に対応していくということが相場で勝ち残っていくためには非常に大事ですのでもうこうだからこうだっていうのが一番やっぱり良くないんじゃないかなと思いますのでそうしたらそれでそのシナリオに合わせて、まあ、シナリオなんかね1分単位で分岐していきますので経営もそうですよね。僕なんかねあの決断をいい 1>, 1分遅れたら100の分岐はまた現れると思って常にやってますので、経営の方ですよ。そういった意味では、まあそういった形で対応していくのがいいんじゃないかなと思っております。で、続いてはね、えー、ゼネテックになります。4492ですね。で、こちらシステム自宅開発がメインの事業になってますが、まあ IoT とかのね、デジタルソリューションでも、まあ事業を拡大してるってことになります。で 今期形常ね、77%の情報修正ってことで、配当もね、7円増額ってことになってますので、まあ非常にね、えー、いい決算内容なんじゃないかなってことでご紹介させていただいております。で、これデジタルソリューションとかね、今デジタル庁ができて、まあ菅総理がね、えー、力を押してやってますので、まあテーマ株でもあるのかなと思っております。で、あとはね、えー、こちら株単さんの仕様ですけども、まあ売り上げはね、まあ今期予測は、まあ若干、まあ 低くなるってことで、まあ、マイナスマイナスってこということになってますが、決してね、これ,これ大事なんですけども、えーまあ、要は赤字にはなってないということなんですよね。赤字にしないということはすごく大事で、うちの会社もね、創業以来ずっと黒字経営をしてますが、赤字にさせない、その努力が、やっぱりその次の、ね、成長とか、次の人材採用、次の優秀な、ねえーまあ、幹部の、ね、育成につながっていくわけですよ。やめちゃうので、ね、赤字になるとね、それを感づいたね。 あの、幹部とかがね。そういった意味では、まあ、えー、しっかりと、利益を出しているところが評価に値するんじゃないかなと思いますし、やっぱ、あとはテクニカルですよね。1年チャートで見ると、1200円から、ね、2000、えー、1回3200円って形で、まあ、3倍株近くになってるんですね。これが面白いですよね。えー、まあ、ちゃんと銘柄とタイミングを選べば、えー、ちょうど短期間でもね、 えー、2、3ヶ月でも3倍の利益を獲得する可能性があるってことなんですけども、これが個別銘柄の良い,いところでもあり、逆に悪いところは、えー、ま、間違えると、もしくはね、タイミングとか、あの、銘柄選びを失敗すると、逆に3倍損する可能性もあるっていうね。まあ、それが、まあ、あの、醍醐味ですよね、えー。個別銘柄の。で、そういう意味では、1回3倍ぐらい上がった後、今ね、えー、調整に入って、 で、今、横横になってるって形で、あんま動いてないですよね。まあ、レンジに近いのかな上は2400円、下は1600円のレンジをね、えー、ずーっと繰り返すようには見えます。あ、これでね、えー、これ1年チャートしかお見せできないのは、まだ上場してちょうど1年ぐらいなんですよね。で、こっからどうなるかってとこなんですけども、まあ、出たばかりの材料でね、えー、いい高決算になってましたので、まあ、それを面白いと思う人はね、実際のホームページとかチャートをね、実際に見ていただきたいなと思っております。で、まあ、も、ま、う、あ、株式投資はもちろん自己責任になりますので、見ないとね、やっぱわからないと思いますので、まあ、見て、えー、それでね、 あとはまあ別に今日紹介したから明日ねえ買う必要はないので監視メーカーに入れて皆さんのご自身のねタイミングでまああの選んでいただくというのが一番いいんじゃないかなと思っております。で次がね「みます半導体工業」になります。8155ですね。よかったですこれ書いておいてひらがなを。 ふと思ったんですよあ、これ読めないかもしれないと、あのね,読めあもしね、あのー、これ気づかなかったら多分3マスとかいけると思いますので、まあ、そんなもんですよ。あのだってこれぐらいそのスピードで流してると考えてる暇がないので,もうで、入ったものをそのままね、情報をね、あのリハーサル一切なしで話してるので、あのそのまま単語を ね、はい、話しかないので、まあ、そのような形になりやすいんですけども、まあまあ、それは僕が悪いってことになりますね。で、これ、パワー半導体についてね、世界的な EV シフトの動きが、まあ、加速しているいうことで、まあ、半導体不足が今、テーマですよね。まあ、そういった意味では、まあ、急進したってことなんですけども、まあ、一つテーマ株としてね、注目を集めてるんじゃないかなということで、まあ、今日出た、まあ、材料の一つとしてご紹介させていただいております。で、電気造車のね、モーター製造で、あの、まあ、大口のね、まあ、シリコンウェアをね、 え、製造、販売するるってことで、まあ、こういったものがね、今後、その電気自動車の中では必要になってくるという中では、まあ、テーマ株としても、まあ、今後、ますます注目を集める可能性があるんじゃないかな、ということでご紹介しました。ホームページはね、えー、ま、なんて言いますかね、まあ、あの、オールドエコノミーな、まあ、オールド企業な感じがするんですが、もうちょっとね、手凍りしてもいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、それんなことをしなくても、まあ、全然受注が来ますよ、みたいな。ホームページにいらないですよ、みたいな。置いとけばいいんですよ。たまにあるんですよ。コンサルティング制度ね。 ホームページなんか置いといてもいいんですよ。置いとくだけでいいんですよ、みたいな。そんなことじゃなくても、自重いっぱい来ますんで。まあ、そんな会社なんじゃないかな、と思いますね。で、この、ね、えマ、ー、見ますね。見ます半導体工業のいいとこは、こう、毎年、まあ、毎年じゃないんですけども、まあ、順調に配当を伸ばしてるとこなんですね。だから、それだけ利益をちゃんと拡大できてると。まあ、拡大再生産ができてるんじゃないかな、というところです。まあね、これは、あの、実際のね、バフェットコードさんの売り上げの、まあ、予測って言いますかね。えー、まあ、それをファクトをね、事実を、 まあ,あ、こういった分かりやすい図にしたものなんですけども、データにしたものですけども、まあ、売り上げはちゃんと上がってね、あとはまあ、この、なんていうか、利益と、最終利益もずっと右肩上がりで上がってるっていうのは、まあ、素晴らしいんじゃないかなと思いますね。まあ、なかなかね、毎年毎年利益を拡大させていくっていうのは、上場企業の使命ではありますけども、そう簡単にできることではないので、まあ、それで実行してるというのは、もちろん技術力とかね、経営革新力、それからイノベーション力とかね、その辺のこともあると思いますし、経営者が油断をしないんだと思いますね。 やっぱシャープみたいにね、えー、もちろん今のシャープは違いますけども、昔のシャープとかね、えー、常に責任逃れをしてしまったりとか、決断をしない、ね、リストラをしないとかね、えー、工事を閉鎖しないみたいな、常にその時の経営者が決断を遅れてしまうとこういう形にはならないということなんです。だから経営者というのは、そういった意味では決断をする、あとは、ね、嫌われ者になるというのも一つ大事な仕事になりません、ね。僕なんか結構ね、えー、率先して嫌われ者になりますよね。特にこういった不況の時とか、逆境の時こそ、 むしろ自ら望んで嫌われもになります。誰かが嫌いものにならないと会社で引き締まらないので まあそういったことをできる会社なんじゃないかなと思っております。今日はちょっと,ちょっと多めにね、えー、そういった話をしてますが、で1600円をね、えー、今3200円とかで約2倍株になった後に、えー、下値2400円で、まあレンジに入っているのかなと思いますが、まあこの番組はね、えー、テクニカルもちゃんとお、まあ、厳選してお届けしてますので、まあそのね、えー、その,、えーそのえー、レンジの今下になるんじゃないかなと思います。で5年チャート見るとここですけども、えー、5年チャート見るとね、えー若、若干高値のね、押し目に入ってるって形で、まああの、安いところにはないんですが、 まあいい、えー、計算内容ですし、何より業績も、ね、悪くないので、まあ、ここからさらに、ね、上がっていくということを期待する、そういった、ね、投資家がいたら、まあ、注意から好意という形の,、まああのまあ、チャートパターンになりますので、まあ、狙っていっても面白いんじゃないかなということでご紹介しました。でこちらが最後ですね、えー、パスコになります。パルコじゃないですよ。あのねえー、百貨店の、ねえー、9232になります。こちらが、ね、面白いんですよね。セコム参加の えー、航空測量の採用手になります。で、あの、公共測量って言ってね、上からこう取って、まあ、ここに工場を建てようとかね、ここの段差があるとか、そういったものをやってるんですけども、そこからね、えー、国土強靭化っていうのを今国が進めてるんですよ。災害とかね。 え、ま、地震とか今多いですよね。まあ、そういったものから、ま、国を守るために、え、そういったものを進めていて、そのためにやっぱ上からね、ちゃんとその衛星を使って測量して、あ、ここは海抜が何メートルだな、危ないな、とかね、ここはちゃんと避難経路がないので、ちゃんとね、高台に設け、高台にね、えー、道を作る必要があるな、みたいなことをやる必要があるんですが、まあ、そういったことを、 しっかりとやれるように、えー、まあ、このね、ファスコさんが、あの、いわゆるその技術力を活かしてるってことになります。もちろんね、豪雨、ゲリラ豪雨とかもそうですよね。で、売上もね、えー、しっかりと伸ばしてきてまして、21年の3月度の連結予想をね、情報修正ということで、えー、まあ、533億円から550億円ということで、1.6%増。それからね、営業利益も30億円から40億円ということで、えー、約14億円。 増ということになってますので、あと配当もね、35円高っていう、35円にしてきてますので、それも面白いんじゃないかなと思います。で、ホームページ見てみてもらうとね、非常に面白いですね。AI もやっていたりとか、衛星活用。まあ、あのね、えっ、ー、と、こういった意味ではね、えー、非常にまあ、国のね、えー、最先端の技術をまあ、えー、支えてるんじゃないかなと思ってますので、まあ、社会貢献性も高い会社なんじゃないかなというふうに見受けられます。あとはね、やっぱりこの企業のね、災害対策とか、国の災害ですよね。 国土強靭化計画でしたっけ、えーまあ、そういったものに、えー、しっかりと、まあ、リーチをした、えー、事業拡大をしているというところが、まあ、面白いんじゃないかなと。これでね、企業の帰宅支援マップサービスとかもやってるんですね。これ面白いですよね。なかなかそのニッチなサービスなんですけどもお、まあ需要も高いんじゃないかなと思いますし、こういったものが国に評価されると補助金とかね、えー、まあそういった、まあまあわかりやすく言うと、まああの、よく評価してもらいやすくなるんじゃないかなと思いますね。 で、売り上げもね、えー、まあここはちょっとあの、営業利益は下がってますが、まあ売り上げと、経常利益ともに、あと営業利益ですね。 え、しっかりと上がっておりますので、まあ、ここら辺はもしかしたらね、研究開発とかね、AI とかね、衛星を飛ばされたところで、最終利益はね、若干下がってしまっているんじゃないかなと思いますが、まあ、配当もね、えー、まあ、ここに来て復活させてきてますので、まあ、という予想ですので、まあ、面白いんじゃないかなと思っております。で、1年チャート見るとね、えー、1200円と16件の、まあまあ、狭い狭いレンジですよね。上に行ったり下に行ったりっていうことを繰り返しますが、まあ、5年チャート見るとね、今ちょうどこのとこをお見せしましたが、上に行,くと行けばね、 結構大きく上に行きそうですし、下に行けばね、えー、どこまでも下に行きそうだっていう、まあどっちに行くか分からないですけども、まあこれはね、あとはもう皆さんの審美眼とか、もちろん運も大事ですし、こう引き寄せっていうものをね、株式投資は大事なんですよね。だからあんまりね、株式投資をやって勝とうと思ったら、やっぱりあんまりね、えー、なんて言いますか、ね、ネガティブなことを思考したりとか、あんまりこう、なんて言いますかね、人を、なんて言いますかね、騙したりとかお、人に恨みを買うようなことはしない方がいいと僕は思ってて、あんま僕はそういうことをしないですね。やっぱり勝ち負けの世界なので、なるべく、 え あのひ、なんて言わせ、要は世の中にね、必要とされる人間になった方が株は勝ちやすいんじゃないかなっていう勝手な僕の、まあ想像ですけどね。だからあんま嘘をつかないとかね。そういったことは徹底はしていますよね。だそういった意味では、まあそれちょっとかなり今日余談が多いですけども、あの、どっちに行くかわからないんですけども、上に行くと、そういうふうに判断するんであればね、え事、ー、業内容とかね、決算内容とか見てね、えー、まあそこは面白いと思いますし、あとは皆さんのね、えー、心眼で判断していただきたいなと思っております。今日もね、こういった形で、いくつかね、面白い材料が出てきてましたので、まあちょっと話させていただきました。 があとはね、コメント欄でね、なんか質問とか、えー、あとはなんかがありましたら、えー、いろいろね、いただいたら、基本的には全て目を通してお答えしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日はね、以上になります。高速でゴー、GO!